第21代アメリカ合衆国大統領のチェスター・エアーサーの就任式は前任のジェームズ・エーガー・フィールドの死の翌日の1881年9月20日かようにニューヨーク州ニューヨークの彼の指定で行われた。これは史上4度目かつ19世紀最後の臨時の就任式であり、アーサーの唯一の大統領任期の始まりであった。またニューヨークで 就任式が行われたのは1789年のジョージ・ワシントンの1回目の就任式以来のことであった。この2日後の1881年9月22日、アーサーはワシントン DC の議会議事堂でモリソンウェイト最高裁判所長官の下で再度就任宣誓を行った。1881年7月2日、ガーフィールド大統領は チャールズ J ギトーにより銃撃を受けた。ギトーは私はストールワーツ中のストールワーツだ。今やアーサーが大統領だ。と言い放った。アーサー副大統領は自分が大統領銃撃事件に関わっていると疑う者が大勢いることを知っており、実際に必要な時が来るまで大統領継承には慎重な姿勢をとり、ほとんどニューヨークの自宅に閉じこもって、 好の場に現れることを避けた。これにより2ヶ月と18日の間アメリカは指導者不在のまま漂流し、国民はガーフィールドの健康状態の報道に一喜一憂して政府の仕事にはあまり関心が向かなかった。1881年9月19日にガーフィールドが亡くなるとアーサーが大統領に承認した。1881年9月19日深夜。 アーサーは、スティーブン・ビー・フレンチ警察本部長、ダニエル・ジー・ロリンズ地方検事、エリフルート弁護士と共に自宅に滞在し、ガーフィールドの閣僚たちから電報で不法を知った。閣僚たちはアーサーに、大統領としての就任宣誓を誓いなく、行うようにという助言を電報で伝えた。アーサーと来客たちが、大統領就任宣誓を行える判事を探すために、死者を派遣したのは、 真夜中過ぎのことであった。9月20日に最初に探し出したのは、ニューヨーク州最高裁判所判事のジョン・アール、ブレディであった。午前2時頃、ブレディは、ニューヨークの123レキシントン・アベニューのアーサーの指定で、アーサーの就任先生を取り行った。アーサーが2日後に、ワシントン DC に移ると、モリソン・ウェイト最高裁判所長官により2度目の就任式が取り行われた。 式典には元大統領のユリシーズ・エス・グラントとラザ・フォード・ビー・ヘイズが出席した。ありがとうございます。